Hey brothers, sister, welcome to Yopsa. もうこれは坊主ではないですね。変な髪のおじさんですね。いや、全然です。壁と中沢が同化してるんですけど、気にしないでください。結構コメント欄で、心霊スポット行ってくださいって来るんですけど、僕も行きたいっすよ、心霊スポットあれば。それは自称反ホラー系 YouTuber なんで、心霊スポットあれば行ってみたいっすよ。でもね、ここは島根県です。島根県に心霊スポットはありません。いや、ちょっとはあるけど、ちょっとめんどくさいよね、行くの。結局ね、心の持ちようなんですよ。怖いと思ったら、そこは怖くなってしまう。ということなので、今からちょっとしたね、なんでもないただの森に行くんですけど、心霊スポットだと思って、怖い森っていう設定にして、僕は今から森に行ってきます。そうすれば別に心霊スポットじゃなくてもなんか、そういう雰囲気出るんじゃないかなと思ったので、今回それをやっていきたいと思います。本当は夜に行きたかったんですけど、うちの家の門限が17時までなので、今回明るい時に行きたいと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツ心霊スポット交換ということで、今から行く心霊スポットの詳細を言っていきます。蛇腹の森、または森の寒天と呼ばれている森です。森の洋館的なね。そこに出る幽霊っていうのが、たまたま落ちてきた木の枝が脳天に刺さり亡くなった男性の霊。関東地方でこの森をくぐっている時に爆発事故で亡くなってしまった女性の霊が出るらしいですね。主な心霊現象なんですけど、声が聞こえたり、赤いクロックスを履いてる女性が見えたっていう話も聞いてます。それでは早速、その森へ向かいましょう。レッツ森。ふけ。見て、めっちゃ長い蛇。キモい。さすが心霊スポットの入り口。いや、さすがに心霊スポットは緊張しますね。しかも一人っていうね。すげえ、なんかすごい鳥。さすが心霊スポットの入り口。あー、飛んでった。さあ、ついに着きました。心霊スポットの入り口です。普通に怖いんだよな。この階段の先に心霊スポットがあるので行きましょう。怖い怖い怖い、怖い怖い怖い、やだ。本コアのタイトルで、深淵の入り口、島根県松江市、中沢流星、かっこ仮みたいな。これが例の橋ですね。橋なんてもう一番出てくるよ、お化け。こうやって歩いてて、で後ろ振り返ったらなんかいるみたいな。あれ僕の実家ですね。うわ、セミが鳴いてる。なんでセミ鳴いてんの。銅像が立ってるんですよね。こっちにもいるんですよね。アジサイ、季節外れのアジサイ、怖。何、ここだけめっちゃえぐれてる。何があったんマジ。え、ちょっと待って。緑茶、これローソンの緑茶っすね。2020年10月、まだ飲める。怖。いや、怖い怖い怖い、待って、マジ無理マジ無理マジ無理博士。やだな。何、足がなんか熱いし。何、わからん。クモの巣。ちょっとでっかいクモ。ピント合わん。あ、多分ここ階段降りたら普通にシャバに戻っちゃうんで引き返しましょう。マジ怖いっすね。いや、ぶっちゃけ今めっちゃふざけてるんですけど、もしこれで本当になんかいたらどうしよう俺。うわ、ここ電波圏外かと思ったら普通に 4G だ。めちゃめちゃ使える。普通にポケモンなんかいるかな、ここら辺。卵が生まれる。やばい、何だろう。卵ゴーストタイプのポケモンとかいると思ったら全然いないっすね。キャモメいるしな。こんな森におるなや。海とか湖とかにいろや。うわ、 Y 字の枝。柔らか。こんな柔らかい枝あるの。まだ森続いてるんでこっち行ってみます。怖いよマジ。怖い、やだ、怖い。いや、やだ、もう勘弁してくださいよ。もうやだ、履物のチョイスミス。もうやだ。実はここら辺って普通に昔お墓があったんですよ。やだな、いつ何が出てもおかしくないからね。あ、クマの巣、クソ、クモばっかだ、まったく。これってあれっすよね、ヒガンバナってやつですよね。なんかそういう系の。待って、怖い怖い、戻る戻る。ちょ、マジ戻る、もう怖い怖い、無理無理。やだやだやだ、助けて、怖いよ。いや怖い、シャバだ、シャバに出たぞ。ということで、何でもないただの森を心霊スポットっぽく探索すると地味に怖い。ポメラニアン、ポメラニアン、ポメラニアン。